やったら俺もう一個あるよ。おマジで放り込むか、うん、これだいぶ恥ずかしいけど、うん、だいぶ恥ずかしいし、まあそうね、これ聞いてるのはまあ同年代が多いやろうから、うん、あんましやけど、うん、まあ20歳21ぐらいの時に行ってやっぱ女の子とデートとかいっぱいするやんか、うんうんうん、かなりの確実でとりあえずキスまでは持っていけるやり方っていうのが俺の中であったよ、うんうん、あそれ聞きたい人絶対おるで、ね、あの若い子聞いてんのか知らんけど、女の子もこう来たらこの流れできたらもうこれキスまでしてくるんやなっていう、うん、とりあえずだいぶ恥ずかしいよこれ、あんまし人に言ったことないし、けどめっちゃ恥ずかしいながら、なんか飲みの席で前の大阪の会社の時の飲みの席で岡田さんおるやんか、あの男前のに全然モテへん岡田さんと、まあ冗談半分で分かりました岡田さんと僕が絶対キスまで持っていける方法を教えますわって言って、まあ飲みの席やったし冗談半分にそれ言ってやんか、そしたら岡田さんはなんやねんそれって言うたんやけど、前に座ってた女子軍があっわかるってほんまに言って、あその流れやったらちょっと持っていかれるかもって、おもうそれはマジで言い張ったんよ。その後岡田さん試してるよな多分いやどうやら試すバーもないんちゃうかな、いやこれだいぶ恥ずかしいし、もし俺がそんなアプローチをしていた知ってきた女の子が聞いてるようなことがあるとすっごい恥ずかしいけど言うよ今日は。おお言うて言うて、でいろいろ制約はある確かに。まず20歳、まあ、19、20歳ぐらいの、車で夜景とか見に行ってテンション上がる頃のやん、その頃って、はいはいはい、みんなやっと大学になって、はいはい、免許持ってちょっと景色のいいところに行ったりするデートがその頃って主流やんか、その年の頃って、まあ、今はなそんな夜景車で夜景見に行ってもあんましやろうけど、その頃やねまず、だから今は俺も全然使ってないし、夜景見に行ってテンション上がる女性が対象の時、そう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 、で、でその夜景を見に行くところって、まあ、大体決まってあるやんか、遊びに行くところの大体決まってあるやんか、まあ、違う女の子大体女の子何回も連れて行くわけで、まあ、車を止めますわね、その車から直接見えるとこもええけども、車を止めてちょっと歩かなあかんみたいなところがあるやんかどうしても、で、まあ、車を止めますで、ちょっと歩きますで夜景一通り見ますで、それ別に何もせんねん、ここで行ってしまうやつとかおんねんけど、まあ、ここはでもアマチュアやん、そんなとこで行くので、ほなまあちょ帰ろうか言うてこうパタパタパタって歩いて帰ってきます、で車乗ります、で普通にエンジンをブルルンってかけます、でほな行こうかっつって2メートルぐらい進めてそこでキスしていいっていうね。なんかまあこれ何かというと、まあなんかもうやっぱ行こうと思ったけどやっぱ我慢できへんと、このタイミングでやっぱしたいんやっていう、全部俺の中ではもう全部ストーリーはできてんだけど、ちょっと進めて止めて言うっていう。全部カットでお願いします。コンシャスラジオ。そうそうそう、僕たまらん、もう我慢しとったんやけどやっぱもうやっぱ無理や、何もせずに行こうと思ったけどやっぱ無理やみたいな感じにするん、家から帰ってきて、あのエンジンブルルーンからの2メートルの間は、もう結構こうスムーズなんや、そのなんか夜景見に行ってさ車持っとったらそこでちょっとこうめちゃくちゃ喋ったり、そういうのは別にあってもいい、まああってもええんちゃうかな、でもまあ俺はもうその2メートル先まで見えとるからスムーズもうさささささと行って、で多分まあ女の子もちょっとあらみたいな、なんかこれ車で何かあるかもみたいな、まあ、思ってないかもしれない、それは分からんけど、でなんか車こう進ませた瞬間にちょっとがっくし来る子もおると思うねん、なんかやっぱないんかみたいな、知らんけどね、知らんけどのところを止めて来る、タイヤで言うたら 1.5 回転やねしてからの、の止めてのそこでちょっとオファーを出すっていうのは、なんてオファーするんやっけ。しかもさっきな嘘ついた、キスしていいって言ってね、ちゃうん、チューしていいっていう、ちょっと甘える感じで。なんで気づいたのその放送。いやなんかほんまにほんまに最初はほんまにちょっとこうたまらんようになって、はいはいはい、我慢しとったんやけど、たまらんようになって止めてやったんじゃん、ね、そっからははーんとそうやってはこのタイミングやと、これでいいか、この 1.5 回転やとタイヤで言うところの
なんちゃうかな、うん、これはでもね、まあ、気持ち悪い、全然なんか女の子が聞いてあほか気持ち悪いと思う子もおるかもしらんけど、ほんまにその場におった女性たちはあーあーあーってなってたで、あなんかあそれわかるかも、へえ、もう今はさすがにね使わんからもうええよこんな全然言うていくわ、うん、でも似たような使い方はいろいろあるってことだろ、うん、その夜景に関わるコンテンツが何か変わって、あそうやね、ちょっとそのあなるほど、あだから、うんうんうん、ご飯食べて進まして 1.5 回転で泊まりにもううち来るって言うとかっていうこと、うんうんうん、分からんけど、例えば 1.5 回転をちょっとあ何でも何でも仕事においても、そう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 、何でもとりあえず 1.5 回転やキーワードは、うん、でもなんかあると思うで、このちょっと期待を一回、うん、まあこうねこう放り投げといてのっていうで言うことによっていきなり言うよりはって、まあ、仕事それ恋愛関係なきなしになんかあるんちゃう、そういう心理作用みたいな、ああこれ結構みんないろいろ持ってんちゃう、絶対持ってる、俺そんなんめっちゃ聞いていきたいね、そこをじゃそのコンテンツにしたいね、ああ絶対なんかそれぞれだって、うん、何やろうな、まあ、彼女だったらまあ別としても、彼女じゃないけどセックスするみたいなことになった時って、いややっぱ分からんやんか、どのタイミングでどうすんねんっていうのって、あれいつになったらなれんやろ、うん、いやなれへんと思うで多分、うん、なんかそんなんなんかそれみんなそれぞれ持ってると思うので、特にリア充たちはなんかテクニックというかこの一言みたいな、なんかあるんやと思う、そういうのなんか面白そうやん、そんなん聞いていったら。そんなコンテンツやりたい。